対絶命って感じ。これって絶対絶命って感じ。どうやらこれまでのようね。あなたはここで死ぬのよ。死ぬ？冗談でしょ。私は死なない、絶対に死なない。忍びの道を極めるまでは。だったらどうする。そんなの決まってるでしょ。アスカ、正義のために舞い忍びます。かつてこの国には忍びと呼ばれる者がいた。彼らは大名や領主といった主に仕え、諜報活動や破壊活動、暗殺などを生業とした。明治維新以降、西洋文化の流入によって日本の封建社会は崩壊し、忍びの存在を口にする者はいなくなった。どれほど時代が変わっても人の業は変わることがない。闇の世界を生きる者は必要とされ続けている。そう、忍びは今も存在しているのだ。現代の忍びの雇い主は政治家や企業がほとんどだ。雇い主の中には忍びを己の欲を満たすための道具と考えている者もいる。その結果、忍びの違法行為が横行するようになり、国も対抗手段を打ち出すことになった。国家所属の忍びを育成するというプロジェクトである。国立半蔵学院、普通科の高校である。1919年に開校し、全校生徒は約1000人。その1000人の中に忍びを目指す生徒たちが紛れている。マンモス進学校と忍びの養成機関、半蔵学院は2つの顔を持っているのだ。忍びクラスの生徒たちは一般生徒に気づかれることなく、忍びになるための修行に励んでいる。現在は国家所属の忍びを善人と呼び、違法行為を犯す忍びは悪人と呼ばれている。そのため善人と悪人は戦う運命にある。どんな理由や事情があろうとも、善と悪は命のやり取りから逃れることはできない。
これより始まる物語は忍びの女学生たちの戦いの軌跡である。それは激しくも悲しい命の証。彼女たちが戦いの先に何を見るのか、何を得て何を失うのか、それはまだ誰にも分からない。負けない、負けるもんか。アスカ、忍びの道を極めるまでは。アスカ、聞こえないのか。アスカ、いい加減にしろ。夢？忍びの道は極められたか。え、キリア先生、なんで知ってるの？大きな寝言だったからな。あ、とか、うん、とか。え？アスカ、眠気覚ました。秘伝忍法のところを読んでみろ。己の限界を超えるためには大自然の力を借りて戦うべし。これすなわち忍びの断りなり。お前たちも知っての通り、アスカはガマ、イカルガは火の鳥、カツラギは竜、ヤギウはイカ、ヒバリはウサギと自然の力を借りて秘伝忍法を発動させている。はい、私たちの必殺技です。秘伝忍法を使うためには秘伝忍法書という巻物が必要となる。お前たちがいつも肌身離さず持ち歩いているものだ。あたいはスカートの中に隠してるよ。私は胸です。え、胸？気になる、気になるね。本当に隠してるのか確かめさせろ。カツメ、やめて。いいからいいから、じっとしてればすぐ終わるから。カツラギ、授業中にセクハラはやめろ。アスカ、次を読め。はい、超秘伝忍法。それすなわち名のごとく超のつく秘伝忍法なり。これしか書いてありません。なぜこれしか書かれていないか、理由は明快だ。超秘伝忍法書は我が校の宝であり、内容も極秘となっているからだ。うん、何が書かれているんだろう。読んでみたいな。次は基本体術の授業だ。全員屋上に集まれ。どれにしようかな。忍びには悪人と呼ばれる者もいる。はい、知ってます。
悪者の手先になる忍びですよね。ひばり、許せないな、そんな人たち。私たちは正義のために働く善人を目指すんですよね。我が校に来た時点でお前たちはすでに忍びの一員だ。学生気分は捨ててもらう。俺はお前たちを忍びとして至極だから、お前たちも忍びとしての覚悟を持て。はい。よし、では隠れ結界についても説明しておこう。忍びの血統空間、それが隠れ結界だ。忍びは戦闘モードになると一定範囲の空間を封鎖して一般人の侵入を遮断できる。隠密行動にはとても便利だが、一方デメリットもある。忍びは隠れ結界の発動を認識できるため、敵に自分の所在を知られてしまうことにもなるからだ。ふむふむ、なるほど。では実際に戦闘訓練に入るぞ。敵は俺が忍術で作り出したダミーだ。今日は学校は休みで一般の生徒はいない。誰の目も気にせず思う存分やってみろ。それでは戦闘訓練開始だ。よし、ひばりちゃん頑張ろう。うん。あっ、前に忍びます。尋常に勝負。やだやだ、逃さない。やだ、逃さない。やだ、付き合い付き合い付き合い、どんだけ逃さない。やだやだやだ、どんだけ時間。やだやだやだ、付き合い。何が一番早くだ。残っているのはお前とひばりだけだ。え、カツラギ、イカルガ、ヤギウはもう忍び部屋に戻っている。なんだ、途
ひばりが戻ってきたらお前たちも忍び部屋に戻るぞ。はーい。もしかして私って落ちこぼれ気味？何も言ってくれなきゃわからないよ。怒らない？怒るわけないじゃん、私たち仲間なんだから。でもほら言って。ひばり、秘伝忍法書をなくしちゃったの。キリア先生に怒られちゃうよね。いや、それ怒られるだけじゃ済まないと思うよ。やっぱりそうだよね。授業開始まであと少し、私も手伝うから一緒に探そう。あすかちゃんありがとう。で、落とした場所の心当たりは？商店街で転んだ時に落としちゃったのかも。よし、早速行ってみよう。どこだろう。道に落っこちてもないし。ん？あそこにいる人、ひばりちゃんの秘伝忍法書を持ってる。ちょっと、それ返して。しっかり胸にしまっておくんだよ。ありが
皆さん、どうしました？どうしたのかと聞いているんですけど。私の話を聞きなさい。ごめんなさい。なんで喧嘩をしていたのですか？私でよければ仲裁させていただきますが。最初はみんな楽しく話してたんです。帰りに何を食べようかって。そしたらみんな食べたいものが違って、喧嘩になっちゃって。そういうことですか。それで皆さんは何を召し上がりたいのです？私が太巻きで、カツネーがラーメン、ヤンユーちゃんがスルメで、ヒバリちゃんが甘いもの。本当にバラバラなんですね。わかりました。難しい問題ではありますが、クラス委員として責任を持って尽力いたしましょう。スルメとラーメンに太巻きとスイーツでしたね。この辺りならどれも売っているはず。あら、どうしてでしょう。店がみんな閉まっていますが。なるほど、不良の方々が暴れているからですか。商店街の営業妨害を黙って見過ごすわけにはいきませんね。
これでみんなが食べたいものを買っていけますね。ちゃんと全員分買ってきましたよ。やった！その上で私なりに調理してみました。え？名付けてスルメラーメン太巻きエディションミーツスイーツ。やっぱりみんな友達ですし、同じものを食べるのがいいと思いまして。これはなんて表現すればいいのか。でもせっかくイカルガさんが作ってくれたんだし、ここは思い切って、あれ、これは意外といけます。そうでしょう、そうでしょう。だけどやっぱり普通の太巻きが食べたかったです。あら、知らない男の子に告白されちゃって。
に詳しく話しな。ひばり、驚きです。男か。私も興味があります。話から察するに、そのお相手は他校の野球部の生徒というところでしょうか。野球部、いい。将来はメジャーリーガーかよ。アスカ、こりゃいい物件を手に入れたな。アスカが女子アナか芸能人にならないと彼と釣り合い取れなくなるぞ。野球ってあの速い球を打つあれのこと？プロ野球選手は忍びをやっても一流になれるほどのアスリートです。すごい。野球選手は手裏剣を刀で打ち返すこともできるんだね。それでどうするのですか。どうするって言われても。俺たちは忍びだ。それを忘れるな。わかってるって。それぐらい。あれ、どうしてこんなところに。それはこっちのセリフなんだけど。まさかあなたストーカー。打撃練習をしていて、その球拾いをしていたんです。一人で？はい、自主トレですから。人より多く練習したいんです。俺にとって野球は特別だから。
俺は鈴木って言います。あなたの名前を聞いていいですか？鈴木くん、名前も知らない相手に告白したの？それは俺、一目惚れに近かったもので。私はアスカ、よろしくね。アスカさん、こんなこと言うのもあれなんですが、もしよかったらこの間の返事を。この間の返事？俺と付き合ってもらえますか？なんて困りますよね。そんなことを知らない奴に言われても。だから俺のことを知ってくれると嬉しいです。週末に試合があります。もしよかったら見に来てくれませんか？真面目にやってるか。半蔵様、ご無沙汰しております。よせよせ、キリア。わしはもう引退した身じゃ。急にどうしたの、じっちゃん？みんなに昼飯をごちそうしようと思ってな。やったー！お寿司だ、お寿司だ！おいお待ち、じっちゃん特製の太巻きだ。ほら、アスカ、みんなに配れ。とても美味しそうです。ぶっといけど、一口でいくか。いただきます。うまい。最近色恋にかまけておるらしいな。
色でも恋でもないよ。アスカ、お前は両親の馴れ初めについて聞いたことはあるか？じっちゃんはどうしてお父さんとお母さんの仲を許したの？お前のお父さんは弁護士の夢を捨て、わしと一緒に寿司屋をやると言い出したんだ。愛する人と添い遂げるためなら夢も金も地位もいらない。お前のお父さんはそう言ったんじゃ。そこまで言われたら結婚を反対するわけにもいかないじゃろ。それでお前の相手はどんな男なんじゃ？だから相手じゃないって。でもどんな男の子っていうのなら、なんか私と似ている人かな。アスカ、人を好きになることはいい。恋愛はどんどんしろ。力は刀と盾のついでなければならない。わしが言ったことを覚えているか？お前の力はただの刀だ。力というのは刀と盾のついでなきゃダメだ。確かに忍びの色恋は難しい。しかし人を愛する気持ちがきっとお前に刀と盾の意味を教えてくれるはずじゃ。ありがとね、じっちゃん。
鈴木くんも頑張ってね。今日もポカポカしてていい天気。ごめんね、いきなりぶつかっちゃって。ううん、大丈夫です。あなたこそ怪我してないですか？私は全然平気です。それじゃ。なんか慌ただしい子だな。財布がない。さっきの子に取られたんだ。まさか最近話題の雑魚山強盗だ。財布の中には500円しか入ってないけど。でもお金はお金、私の大事なお小遣いです。絶対に財布を取り返してみせる。
あれはアスカじゃないか。すみません、ごめんなさい。変な生徒にセクハラされてるぞ。ちょっと太もも触らないでください。そりゃあたいたちが忍びってことは普通の生徒に知られちゃまずいんだけどさ、ちょっとヘコヘコしすぎだっての。おいお前ら、アスカにセクハラするんじゃねえっての。カツネ、あたいはセクハラするのは好きだけど、セクハラを見るのは大嫌いなんだ。正当防衛ってことでちょっとお仕置きしてやるぜ。
リはっやりやりどっからでもかかってこいやりからのこれでどうだみなぎれてほら100年生突破からのほらくらえからのこれでどうだからの任務達成やってくれたぜ。ちょろいちょろい。ちょっと、カツネ。この人、風紀委員さんなんだよ。は？私、服装の指導をされていただけなんだけど。そんな、今更だけど。悪かった。ごめんな。ちょっときつめのセクハラだと思って、水に流してくれよ。あ、笑ってごまかした。さすがあたい、最高だな。いや
忍び転身。このぬいぐるみはひばりのものだ。え、ひばりにくれるの？前から欲しいと言っていただろ。最初からプレゼントするつもりだった。え、じゃあなんで勝負したの？ひばりはやればできる子だ。何でも自分から積極的に行くといい。それがいつか自信につながる。それじゃあ私のために勝負に付き合ってくれたの？ああ、ありがとう。ヤギオちゃんって優しいんだね。いや、それほどでも。ひばり、区内を家に忘れてどうやって授業を受けるつもりだ？確かにカバンに入れたと思ったんですけど。仕方ない、お前は放課後に補習だ。今日は帰りにみんなでバナナクレープを食べに行くはずだったのに。それは残念だったな。その補習、私たちも受けます。え、私たち4人みんな同じ気持ちです。どういうことだ？みんなは一人のために、一人はみんなのために、仲間なら当然のことです。まあいいだろう。では補習は校庭で行う。5人の中で成績が最下位の者は何度でも補習だ。
ひばり、勝ったの？私がビリだね。補修決定ってわけだ。まさか、アスカちゃん手加減したの？え？いや、その…ひどいよ、そんなの。ごめんね。本当にごめん。仲間のために盾になるって難しいね。ううん。でもひばりのためを思ってくれたのは嬉しいよ。ひばりちゃん、二人で補習を受けよっか。うん、そうしよう。もっと強いやつ出てこいよ。どいつもこいつも弱すぎる。いくつだよ。こんなの何にも面白くない。
遊べし遊べし。いただきます。これは敵の任務か。カツネ、どうしたの？いや、まあ。これ。授業に遅刻するって言っても、カツネ、ラーメンは絶対に残さないじゃない。きっとなんかあったんだよ。わかった。みんなが揃ったら全部話すよ。キリア先生に相談した方がいいんじゃないかな。今日はキリア先生出張の日だったはず。どうしよう。敵が攻めてくるかもしれないんでしょ。ヒバリたちだけでなんとかなる？まだ敵が来ると決まったわけではない。お前たち忍び学生だろ。私は穂村、規律蛇女子学園の忍び学生だ。お前らは半蔵の忍び学生だろ。何を言っているんですか。私たちは知らばっくれても無駄だ。それに隠れ結界を発動したのにお前らは消えない。なるほど。そこにいるのは全員忍びか。だったら何だって言うんだい。超秘伝忍法書を渡してもらおうか。渡せるわけがありません。渡さなければどうなる。決まっているだろう。力ずくで面白い。カツネ待って、ホムラちゃんとは私が。え、そんなに戦いたいんやったら相手になってる。あんた誰。
あんた強いのか。強い？そうありたいもんやな。なんで？命令に応えるためやったら強くないとあかんやろ。みんなは下がっていて、ここはあたいたちがやる。デカ父女、お前忍びだったのか。うん、まさかこんなところでまた会うなんてね。一つ聞いてもいい？どうして超秘伝忍法書が必要なの？どうして？決まってるだろ、最強の忍びになるためだ。最強の忍び？各校の超秘伝忍法を奪って、私は誰にも負けない強さを手に入れる。ホムラちゃん、おかしいよ。超秘伝忍法書がなくたって、修行で自分を鍛えれば強くなれるじゃない。強くなるためには手段を選ばない。それが私たち蛇女のやり方さ。そんなの忍びの道に反してるよ。文句があるならかかってきな。お前の言う忍びの道ってやつがいかに薄っぺらいかを教えてやる。私の忍びの道は薄っぺらくなんてないよ。あった、正義のために舞い忍びます。終われません。いざ尋常に舞い切れ。くらえ、こっちだよ。調子が悪いの？受け手に。
気あり。どれほどの腕なのか、わざと攻撃を受けてやったんだがな。軽いんだよ。お前の薄っぺらさそのままの軽い攻撃だ。そんなんで私にダメージを与えられるか。まあいい、今日は挨拶に来ただけだ。次に会う時は命がないと思え。校長から話は聞いた。お前たち
蛇女の生徒にやられて気落ちしているような奴は忍びになるのを諦めてここから出ていけ。先生、いいところにいました。修行に付き合ってください。あ、先生、めんどくさいとかって思ってない？思ってるわけないだろう。教師を何だと思ってるんだ。なんで忍びになりたいんだ？先生、私忍びになんてなりたくないけど。え？私がなりたいのはスーパー忍者だから。スーパー忍者？それじゃさ、先生はなんで忍びになったの？お前たち生徒と同じで、たまたま両親が忍びだったからだ。さ、エリート中のエリートじゃない。それ簡単な理由さ。忍びの任務で死ぬことはあっても、教師の仕事で死ぬことはない。任務で死ぬ？そうだよね。私も忍びになる以上覚悟する。命をかけてラブ&ピース。一度言う。蛇女の生徒にやられて気落ちしているような奴は忍びになるのを諦めてここから出ていけ。キリア先生、いくらなんでも言い過ぎでは？そうだよキリア先生、そりゃないぜ。あたいは何を言われてもいいさ。だけどアスカはまだ2年生だってのに、敵の大将みたいなやつと戦ったんだぜ。殺されなかっただけでも大したもんだよ。まずは一言ぐらい褒めてやってもいいんじゃないか。蛇女が育成しているのは政治や企業の暗部を担う忍び、いわゆる悪人。非道と言われるような仕事も厭わない連中だ。悪人は手段を選ばない。目的を達成するまで執拗に攻めてくるだろう。
それこそ蛇のようにな。戦いを避ける方法はないのでしょうか。悪人は交渉が通じる相手ではない。奴らは必ずまた攻めてくる。だったらこっちから先に攻めるってのはどうだ。蛇女の本拠地がつかめていないのは知っているはずだ。先生がいらっしゃれば。蛇女との戦いに関して俺は手を貸すつもりはない。なぜでしょうか。理由を教えてください。キリア先生、ヒバリたちを助けてくれないの？ヒバリたちを見捨てるの？前にも言ったはずだ。お前たちは学生とはいえ忍びだ。忍びとしての覚悟を持て。これが最終試験だ。うまく合格すればお前は明日から一人前の忍びだ。緊張するな。それじゃ、行きます。よし、やった。
楽しみにしているぞ。俺のせいだ。俺がリンを殺したんだ。蛇女との戦いに俺を頼るような奴は忍びになるのを諦めてここから去れ。先生、私をもっと鍛えてください。あたいもあたいも徹底的に頼むよ。ひばりも頑張る。キリア先生に頼らないで戦うよ。だからキリア先生、ひばりをしごいてください。そうか、お前たちの気持ちはよくわかった。それじゃ修行を始めるぞ。桂木さん。ああ、イカルガ。大丈夫ですか？何が？まだ落ち込んでいるようですから。落ち込んでる？あたいが？もうヘビジョに負けたことなんて気にしてないって。そう。ならいいのですけれど。ごめんな。変な気を使わせちまって。俺におっぱい揉んでやるよ。それは結構です。とにかく何か心配事があるならちゃんと相談してくださいね。さすがはクラス委員だ。敏感だな。落ち込んでいる生徒は見逃さないや。まさかあたいが膝をつくなんてさ。あんたは弱いな。このあたいが弱いから、ほんと、舐められたもんだよ。だけど、このまんま黙っていられるか。特訓、特訓、また特訓で、必ず日陰を倒してやる。
ツラギ舞い忍ぶぜ。これでからのこれでどうだ、行くぜ。忍び前進。値は強い、値が最強。待ってろよ、次に会うときはお前をぶっ飛ばしてやる。そんでもってセクハラ地獄を味わわせてやる。いい感じじゃないか。ひばり、どうした？元気がないぞ。どうした？お腹でも痛いのか？野牛ちゃん、ひばり、忍びに向…野牛ちゃん、ひばり、忍びに向いてないかも。どうしてそう思う？蛇女と戦うためにキリア先生の修行を受けているけど、ひばりは全然強くなっている気がしないの。おまけに修行中転んだり怪我したりして、みんなにずっと迷惑かけてるし。そんなことはない。一生懸命なひばりを迷惑だなんて思うやつはいない。一生懸命やっても結果が出なきゃダメなんだよ。よし、とっておきのおやつをやろう。行列に並ばないと買えないほど人気の一品なんだ。お前、そのウソちゃんドーナツを返してもらおう。私のモネだ。違
このウサちゃんドーナツはヒバリのものだ。うるさいうるさい、返さないなら力ずくな。ウサちゃんドーナツは俺のところで売り切れた。それで悲願でるんだな。やれやれ、仕方ない、相手をしてやるか。やじ、マイシュ、任務開始。貫け、チェック、口ほどにもない連中だ。すごい、やっぱり柳生ちゃんは強いね。ひばりとは全然違う。そう、全然違うんだよ。だから柳生ちゃんにはひばりの悩みはわからないよ。ひばり、かかってこい。俺が組手の相手をしてやる。しなきゃいけないの？お前の強さ、俺が確かめてやる。そんなの意味ないよ。ひばりと柳生ちゃんじゃ勝負になんかなりっこないし。ぐずぐず言うな、始めるぞ。
いざ尋常に舞い切れ。ちょっとでもでも柳生ちゃんと戦ったらなんかすっきりした。くよくよ悩んでいる暇があったら思い切り体を動かした方がいいね。俺もそう思う。ありがとね柳生ちゃん。分かってくれればそれでいいんだ。ほらうさちゃんドーナツだ。あ、嬉しい。最高。こんな美味しいものを買ってきてくれるなんて、ヤギュウちゃん大好き。そう、それは良かった。ヤギュウちゃん、ひばり、修行もっともっと頑張るね。それで絶対に強くなってみせるから。ああ、それでこそ俺の大好きなひばりだ。え、なんか言った？いや、
なんでもない。気にしないでくれ。